古代オリエントの地図エマルの位置、エマルは、シリア北東部のユーフラテス川中流にある、古代の都市国家。アレッポとラッカの中間、南へ流れるユーフラテス川が東へ向きを変える、辺りの南岸にあるテルメスケネの遺跡が、古代のエマルだとされている。高台にある遺跡の範囲は1000メートル700メートルに、及び、現在は、ユーフラテスをせき止めた。 人工湖浅床の湖畔に位置する。エマルは、設計文字の書かれた、粘土板多数が発見されたことで、ウガリット・マリエブラと並ぶ古代シリアの重要な、考古学遺跡となっている。紀元前2500年にまで遡るこれらの文書や、1970年代以来の、余家の発掘結果から、エマルは上メソポタミア・アナトリア・シリアの勢力圏の、境界にある。 青銅器時代の重要な公益拠点であったと見られる。他の都市遺跡と違い、エマルから見つかった年度版は、宮廷や政府のものではなく、民間同士の取引、裁判記録、不動産取引、婚姻、遺言、養子縁組など、民間の営みに関するものだった。新館の家からは、メソポタミアの伝統に関する文学や、語彙集などの文書、 地元の信仰に関わる儀式の文書などが発見されている。テル・メスケネの発掘が始まったのは、ユーフラテス川をせき止めて、人工湖浅床を作る巨大ダム、タバカダムの建設が進んでいた1970年代前半で、近隣のテルアブ・フレイラなどの遺跡とともに、ダムに水が満ちる前に調査が行われた。テル・メスケネの調査は、 フランスの二つの考古学チームにより1972年から1976年にかけて行われた。この発掘では水の神バールとその陪ンアスタルトのものと考えられる聖域を構成する神殿地区が明らかになった。これは青銅期時代後期に遡ると見られる。また700枚以上の粘土版が見つかり、その中から都市の名が判明した。 町は三方向を城壁に、残り一辺を深い堀に囲まれ、通りが交差して、長方形の外区を成していた。土地は、テラス状に整地され、三つの部屋と二階への階段から、なる、同じような間取りの家が立ち並んでいた。高台には、神殿二つと宮殿があった。しかし、フランス隊の発掘調査が完了すると遺跡は見張りの、ないまま放置され、 組織的な洞窟が行われて遺跡は荒らされてしまった。また多数の設計文字の粘土板が埋蔵状況などの背景や文脈から切り離されてしまった状態で洞窟品を扱う古美術市場に流出した。1992年、シリア文化省考古総局は遺跡の監督を開始した。新しい調査により、さらに初期の地層が発掘されている。 紀元前3000年期半ば、エマルは、エブラの支配者の影響下にあったことが、エブラの文書庫から発見された、年度版から明らかになっている。マリで発見された、紀元前18世紀の文書では、エマルは隣接する、アムル人の国家ヤムハドの影響下にあったとされる。エマルからは、後期青銅期時代の紀元前13世紀及び、 紀元前12世紀初期の悪化度語文書が出土している。また、同時代の資料では、ハッドシャ及び、ウガリットから出土した文書、及び、アッシリア帝国の文書庫から出土した文書にもエマル、エの言及がある。当時、エマルは、ヒッタイト帝国の勢力圏にあり、カルケミッシュの複合に、支配されていた。遺跡や文書は、紀元前12世紀のものを境に途絶えてしまう。 これは、青銅器時代末期から、鉄器時代初期にかけて起こった、異民族侵入などによる、文明崩壊の結果である。この地は、荒れ果てたまま古代ローマの領土に組み込まれる時代を、迎える。ユーフラテス流域は、ローマ帝国の東の国境地帯で、エマルの廃墟のすぐ南にサイド都市が作られ、バルバリッソスと呼ばれた。253年、サーサーナサ、 ペルシャ二代目皇帝のシャープール一世率いる軍勢と、ローマ軍団がこの地でバルバリッソスの戦いを行い、サーサーアン・アサが勝利しローマはシリアを失うことになる。東ローマ帝国は、バルバリッソスの支配を取り戻し、ユスティニアヌス一世は城壁を新しくしている。また六世紀頃までのキリスト教会の資料にも、バルバリッソスの名は、見えるが、やがて忘客され、 廃墟となった。ありがとうございます。